はい、皆さんこんにちは、亀の子あたしです。はい、今回ですね、マジでダイソーさんこれ出してきたか。はい、まあ、今回のね、紹介する商品、初めてね、お店見た時の素直な感想っていうのがね、今みたいな感じでした。いやー、まさかね、まあ、最近100均のクオリティってすごい勢いで上がってきてるんですけど、まさかこのレベルのやつで、こんな感じのやつがね、100均で出てくるとは、ちょっと個人的には衝撃的でしたね。はい、まあ、これね、よく似たね、商品、メーカーさんとかも作っておられるところあったりするんですけど、まあ、自分の動画いろんなね、方が見ていらっしゃいます。中にはね、メーカーさんの方もいらっしゃったり、あとはですね、普通に一般人の方もおられたりもするんですけど、これね、メーカーさんにとっては、うわ、これ、100均で出てきたのみたいな感じでね、非常にちょっと衝撃的だなと思います。まあね、今回紹介するやつ、結構似た商品があったりとかして、それをすでに持ってる方にとったら、100均でも出てきたのっていう感じですし、持ってない方にとったら、あこれ、安いやつが出てきたな、ああ、良いな、みたいな感じになったりするんで、まあ、それぞれね、ちょっと思うところがいろいろあるかもしれないんですけど、はい、今回ね、ちょっとすごいやつが100均で出てきたんで、ぜひですね、最後まで見ていただいて、いいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで、今回も最後までお楽しみください。それでは、スタートします。はい、ということでね、まあ、今回ね、皆さんに紹介しようと思うのがこちらになります。じゃーん、はい、こちらなんですよね、これ。はい、まあ、メッシュのね、ペンポですよ。はい、人気のやつなんですけど、なんとこれね、100均でね、このダブルジップのこの大きいやつが出てきたんですよね、これ。はい、まあ、こちらをね、ご覧いただくとね、まあ、出してるところ、はい、まあ、冒頭にも言ったんですけど、はい、ダイソーさんになります。で、まあ、特別なね、表記とかはまあ、されてないやつなんで、まあ、これ100円プラス税、110円で買えるやつになっております。ただですね、このね、クオリティですよ、これ。はい、まあ、ここのところにね、こういうふうにタグがついてるんですけど、このタグもですね、なんかおしゃれな感じですよね、これ。はい、まあ、ちょっと前までのなんか印象とはだいぶ違うようなね、やつがついております。かなりね、これ、もうなんかブランドみたいな感じになってきてますよね、これ。はい。まあね、ダイソーさん、ショッキングピンクみたいな感じで、バーンとね、テンポが塗られてね、なんか、イメージもなんか一新してきたな、という感じなんですけど、これはですね、まあ、それ以降の商品だと思いますね。そのロゴがこういう風に入ってるんで。でもですね、あえてショッキングピンクをボンって使わずに、このなんか商品に合うような感じか、なんか黒に塗ってあって、ここもね、白なんですけど、こういう風に明度を変えてね、白とか灰色とか、こういう風に、塗り分けたりとか、文字の大きさとかも緩急つけることによって、このメッシュペンケースをボーンってこういう風に出すというようなね、はい、こういうのはね、デザイン上のテクニックみたいなのも非常に使われてますしね、なんかこういう風にね、ちょっと高級感を感じるような見た目にしたいっていうの、はい、この辺もね、かなりですね、こだわりを感じるところだなと思います。うん、デザイン的にもなかなかテクニックは高いことをしておられます。じゃあもうちょっとね、タグの方をね、まず最初に見ていきましょうか。はい、まあ、今回ね、紹介する商品が、ペンケース、これナンバー483っていう、まあ、番号が振られているやつになります。まあ、メッシュペンケース、まあ、こんな感じで書いてあって、まあ、ダブルジッパーになってるやつですね。で、下のところはね、なんかローカライズされた言葉が書いてあるんで、ちょっとこれはわかんないです。ちょっと後ろ向けてみますね。はい、結構これもね、小さめに書いてあるんですよね。はい、まあ、上のところがこれメッシュペンケースかっこダブルジッパーって書いてあるので、まあ、これがまあ正式な名称だと思います。まあ、使用上の注意ということでいろいろ書いてあるんですけど、まあ、これ3個国語ぐらいに書いてあるんですけど、まあ、そうですね、特に変わったことは書いてないかなと思います。で、まあ、出されているところがまあダイソーさんです。まあ、どっかのなんかOEM とかそういうのでもなんかなさそうですね。なんでまあオリジナル商品だと思います。まあ、メイドインチャイナになってまして、素材に関してはナイロンになってます。で、型番に関してはまあこんな感じになっております。 YM の20、上に P がついてまして10で、 K002、ペンケースナンバー483っていうやつになります。まあ、ロットナンバーが 0112CA っていうやつをまあ自分、まあ、購入した感じです。はい、いかがですかね。まあ、こんな感じのタグがついている感じで。じゃあちょっとね、商品のね、詳細、周りについてちょっと見ていきたいなと思います。はい、まあ、商品名についてるようにね、ここのところに、はい、まあ、ジッパーが2箇所ついてます。まあ、1箇所がこの大きいところですね。で、まあ、小さいというか、まあ、ちょっと小さめなんですけど、結構大きめなんですよね。はい、まあ、ここのところにもう一個こういう風な感じで、はい。
ジッパーがついてるというこういう風な作りになっております。はい、なんでね、かなり大容量でね、いっぱい入れていただけるやつになっております。ちなみにね、取っ手の部分はどうなってるかというと、若干こういう風な感じでウェーブがついたような板な感じになってます。ここのところにね、なんか穴が開いてないんでね、ちょっと根付けとかそういうのはストラップが付けられないっていうところがちょっと微妙なところですね。で、まあこれのまあそうですね、これツヤありなんですけど、ちょっとこういう風な感じで若干スモークがかったような、まあこんな感じの仕様となっております。はい、で、まあ、ここのところにですね、こういうふうな、はい、ループみたいなのがついてる感じになっております。はい、まあ、こんな感じの、シンプルなやつでして、うん、自分が行ったお店では、こういうふうな灰色のやつが、まあ、一個だけある感じで、他の色はあるのかな？ちょっとわかんないですけど、まあ、自分が見かけたお店では、まあ、この灰色のやつが、まあ、置いてあった感じです。で、結構売れてるのが、まあ、残り3点ぐらいになってました。なんで、まあ、他の色がね、見かけたよっていう方は、ぜひ、下のコメント欄のところとかで、教えていただけると嬉しいなと思います。まあ、お値段に関してはですね、まあ、特別な、なんか、そういうふうな、シールとかなんか貼ってあったりとか、なんかお店の重機になんかパッて貼ってあったわけではないんで、まあ値段の方はまあ100円プラス税、まあ110円になるという感じになります。はい。ってことでですね、まあここでですね、まあこれにね、似たやつ、まあ自分過去でね、動画とかで紹介してるんで、それをね、出したいなと思います。はい。それがこちらになります。じゃーん。はい。こちらなんですよね。結構ね、このメッシュペンポーチ、今現在すごく人気なんですよね。ね、もうだいぶ昔から実は出てるやつがありまして、それがですね、こちらですね。はい、緑さん。デザインフィルの、まあ、緑カンパニーなんですけど、そこのところが出しているこのメッシュのペンポーチ、これが結構もう先駆けだったような感じがしますね。はい、これが随分前に出たやつで、まあ、ずっと出てたんですけど、それからね、いろんなバリエーションみたいなのが最近バババって出てきてるかなと、まあ、各社から出てるなと思ったりもします。まあ、違いに関してはね、ここのところにこういうのがついてたりとか、あとはね、全体的ななんか、まあ、縫い目とか、あとはその作りみたいのは、やっぱり丁寧かなという感じがしたりします。はい、まあ、ここのところに、まあ、タグの方をちょっと入れてるんですけど、はい、こっちかな。はい、まあ、こういうやつになります。はい、緑さんって、まあ、ここのやつですね。メッシュペンケースになってます。はい、まあ、こんなやつなんですけど、はい、これがですね、実はですね、お値段の方がですね、これがまあ、506円、まあ、税抜き価格だと460円になります。そうなんですよね。まあ、これが400何円ぐらいです。で、もう一個のやつ、これがですね、まあ、これが最近自分動画で紹介したやつなんですけど、これがクーリアさんのライクミーペンポーチっていうやつで、これファンシー文具系列で、まあ、出てるやつになります。まあ、同じくこの辺にストラップが付けられるっていうところとか、この辺にこういう風になんかデザインがすごく秀逸なやつなんですけど、こういうのが付いてて、まあ、おしゃれなやつで、あとはこの縫い目とかに関しても、やっぱり今回のダイソーさんのやつに比べると、まあ、丁寧かなっていうやつなんですけど、これがですね、値段の方が、まあ、580円が税抜き価格、まあ、税込みにするとまあ600何円ぐらいになるやつになります。はい、まあ、こんな感じに対して今回100円、はい、100均のやつで、ね、出てきたっていうところがね、ちょっとこれね、うわーってなんかね、ちょっと思うところはいろいろあったりしますね。で、これ色の濃さについてなんですけど、ちょうどこうしてみるとなんかグラデーションがこういう風になるような感じで、そうですね、今3つ出してる中では、まあ緑のこのメッシュのペンポーチが一番薄いかなと思います。で、まあそうですね、この2つに関してはちょっと濃いめなんですけど、そうですね、むちゃくちゃ濃いっていうわけでもなかったりもします。はい。そうですね。もうこれはもうザ・グレーっていう感じですね。で、もうこれに関してはもうライトグレーっていう感じになっております。で、マチに関してなんですけど、こんな感じですね。マチは結構小さい感じになっております。はい。まあ、横から見るとこういう感じでね、結構違う感じなんですよね。でね、高さに関してなんですけど、高さがですね、若干ちょっと高い感じかな。はい。まあ、こんな感じで。はい、上のところが若干こういう風に大きい感じになっております。ちなみにですね、これメーカーさんがまあ、公式で出しているちょっとスペックの方なんですけど、はい、まずはですね、このメッシュのこの緑さんの方に関しては、125×、210×30 のやつになります。で、こちらに関してが、120×220×30 いう感じなんですよね。まあ、こちらがね、まあ、どれぐらいになるかというと、ちょっと、まあ、これ、ウェブの方ではね、ちょっと出てないんで、まあ、今、測ってみたいなと思うんですけど、大体そうですね、横が23ぐらいですかね。はい、まあ、230ぐらいです。で、まあ、こっちに関してが、
そうですね、140ぐらいかな。はい。で、まあ、厚みですね。はい。厚みに関してが、150ぐらいですかね。はい。まあ、これぐらいのスペックになっております。まあ、やや、まあ、細くて、まあ、ちょっと高さがあるかな、いう感じのやつになったりします。はい。ということでね、じゃあ、これがですね、どんなやつにね、合うかっていうのをちょっと紹介したいなと思います。まあ、これ、灰色のやつなんで、そうですね、同じく、まあ、灰色系なんですけど、灰色のペンっていうよりかは、まあ、銀色のペンとかってね、結構あったりするんで、じゃあ、銀色のペンをね、合わせてみたいなと思います。まあ、例えば、こんなやつです。はい。まあ、結構シャーペンとかでこういうふうな銀のやつとかありますよね。これ結構ね、こんな感じでね、非常に合うんですよね。あとはですね、これ無彩色系でね、ちょっと行きましょうか。はい、まあ、無彩色で、まあ、白のやつとかですね。はい、まあ、白も結構合います。まあ、例えばこんなやつですね。はい、まあ、こんな感じの白。はい、まあ、灰色の要素が入ってるやつ。うん、いい感じでこうやって合いますよね。で、まあ、あとはですね、まあ、先ほど定規とかも出したんですけど、透明系ですね。はい、まあ、こんなやつもこういうふうに合わすことができるかなと思います。でね、ちょっとこれ白ばっかりね、こういうふうになってきたんで、まあ、アクセントとして、まあ、どんなんがいいかと言いますと、まあ、この背景のね、このまあ、机みたいな感じのナチュラルな感じのまあ、木。まあ、例えばこんなやつとかをまあ、アクセントに入れてあげたりとか、もうちょっとね、まあ、茶色のやつ、まあ、こんなやつとかをまあ、入れてみるみたいな。はい、まあ、これペンの種類はむちゃくちゃ今これシャーペンに偏っているような感じなんですけど、まあ、大体色のバランス的に、まあ、こういうふうな感じとかでまあ、合わせていただけると非常に綺麗なんじゃないかなと思います。このタグまでなんかこれあったりもしてますよね。デザイン的にもね、かなり今回のやつクオリティが高いやつが来たなと思います。はい、まあ、こんな感じなんですよね。まあ、ここのところにね、ストラップ通す穴がないんで、そこのところがね、ちょっと残念ですよね。もっと外部とかに、こういうふうになんかつけたりとかしてね、コーディネートできたら、まあ、ちょっといいんですけど、ちょっとそれはね、できない仕様になっております。はい、というような感じですね。まあ、自分、過去にね、まあ、いろいろ、まあ、先ほど出したやつもあったりするんですけど、ちょっとそのサムネの方を紹介したいなと思います。はい、こちらになります。はい。まあ、これがですね、一番最初に出した、まあ、緑のやつなんですよね。はい。まあ、これ、実はですね、限定色がね、2020年の終わり頃に出てます。今現在、2021年、まあ、4月あたりなんですけど、ちょっとお店では見かけにくくなってきたやつなんですけど、はい。まあ、これのこんな感じの、はい、まあ、素敵なですね、まあ、ワインレッド、オリーブ、ネイビーの色合いの、まあ、こういうふうな、やつも出されてるんで、まあ、これお早めにですね、もうちょっとお店では自分はあまり見かけなくなってきたんですけど、気になった方は確保していただけるといいなと思います。でですね、先ほど出したクーリアさんのやつですね。はい、まあ、それはこんな感じ、動画の方で紹介してます。ですね、なんとですね、これなんですけど、はい、ここのところに若干見えてるやつなんですけど、はい、こちらですね。まあ、こんな感じでね、茶色系のやつがこういうふうに出てたりします。まあ、より木軸、まあ、先ほど出したりしたんですけど、これとの親和性が高かったりするかなっていうやつで、まあ、木軸ファンの方でね、まあ、可愛くおしゃれに木軸を持ちたい方は、こういうふうな色合いでやってみてもいいかもしれないです。まあ、これもね、男女問わず、まあ、人気のやつですし、特に女性で今すごい流行りのラテカラーみたいなのをこれ採用してたりするやつなんですよね。はい、まあ、こういうのとかもまあ実はあったりもします。はい。でですね、まあ、もっとこれのね、小さいタイプのやつも、実はメッシュの店舗で人気で前あったりも、今もあったりとかもするんですけど、これ前にも紹介してます。はい、まあ、無印良品とかでね、例えばこんなやつがあったりするんですよね。はい、こんな小さいやつがあったりします。もう使ってるよという方も中にはいらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、これもですね、実はですね、ダイソーさんなんですけど、こんな感じでね、はい、出てましてね、いや、マジな話、これね、100均はどこまで行くんだろうみたいな感じでね、この時も、うわーって思いながらこれ紹介したやつなんですけど、はい、今回ですね、このタイプはまだね、大きさも小さかったりするんで、まあ、いつかは来るだろうなとか、そういうのは思ってたんですけど、今回このタイプのやつで来ますかというのはね、これちょっと個人的には衝撃的でしたね。なんでね、メーカーさんもちょっとね、今からどうしようかっていう感じですよね、これ。もう新たな、これ100円っていうのはね、もうなんか新たなベンチマーク、水準みたいなのがちょっと
今回のこれによってなんかできちゃったかなみたいなところがあったりするんで、いかにこれに付加価値をつけたやつをちょっと出していくかみたいなのがね、ちょっと、うん、テーマになっていくんじゃないかなと個人的にはね、思ったりもします。まあ、例えばですね、まあ、クーリアさんの場合だとこういう風なデザインとかね、こういうのが非常に秀逸な感じになってます。これはね、外側になんかつけることによってどうにかなるっていうところではなかったりしますよね。ここになんかついてたり印刷されてるんで、まあ、こういうところでね、付加価値をいろいろ見出してるんじゃないかなっていうところになってきます。ただね、これもう素材とかに関してはですね、もう本当に同じような感じの、はい、メッシュのこれクオリティなんですよね。これはみどりさんのやつでも一緒です。はい、まあ、近くによって見たりとかこれ触ってみてもですね、これクオリティの方はもう本当にこのメッシュ部分に関しては違いは感じないですね。まあ、この辺の縫い目とかに関しては、まあ、若干こっちの方がまあ荒かったりするかなという、まあ、それぐらいです。はい、なんですけどね、結構ね、やっぱりこれクオリティ高いやつが出てきました。まあ、特にですね、筆箱紹介とかでも安い縛りとかでですね、はい、まあ、100円でなんかすごい低い価格帯の、まあ、筆箱でいかに高く見せるかみたいな、まあ、そういうような、ね、なんかテクニックみたいなのもあったりするんですけど、それにはこれね、今回のやつバッチリ合うんじゃないかなと思ったりもするんでね、まあ、ぜひ気になった方は、今コロナウイルスが大変な時なんですけど、まあ、ダイソーの方に足を運んでいただいたりとか、あとはですね、ダイソーさんも最近オンラインストア始められたんですけど、ちょっとそこのところでね、検索しても今現在2021年4月20日、今この動画収録してるんですけど、うん、その現在はですね、ちょっとヒットしなかったりしたんで、はい、ぜひですね、これ店舗の方、ちょっと大変な時期ですけど、感染症対策十分した上で、まあ、行ってみていただけると嬉しいなと思います。はい、というような感じですね、まあ、今回はですね、ダイソーさんのメッシュのペンケースの紹介でした。まあ、この動画が良かったという方は、ぜひグッドボタンでチャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで、見ていただけると嬉しいです。ということで、今回もありがとうございました。バイバーイ。